皆さんこんにちは、 VTuber のキマイラです。昨日のデュオリンゴが午前、12時1時になってなかったんじゃないかなくらいの時間でやっているので、今ちょっとお昼過ぎも1時半ぐらいなので、感覚としては1日お休みいただいたぐらいのベースで勉強しようとしています。十分睡眠を取れたなっていう感じなので、うまくいけばいいなと思っています。ハート5つを使い切らないで最後までいけたらいいなと、部分、ユニットの最後までいければいいなと思っています。ではやっていきます。你想食豉油鸡定系白切鸡？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 定系白切鸡？白切鸡。ネイティブが話してるから。你想食豉油鸡定系白切鸡？定系白切鸡。白切鸡。白切鸡。本当は上がらないやつなんですが、疑問文だから白切鸡ってちょっと上がってたりするみたいなんですが、これが。上がるっていうか、バチッカイ、まっすぐなのがバチッカイってちょっと、バチッカイ、上がってますね。你想食豉油鸡定系白切鸡？バチッカイ、これでもちょっと上がる。バチッカイ、バチッカイ。你想食豉油鸡定系白切鸡？白切鸡。三声から一声に上がってるんです。三声がちょっと上がった感じになるんですけど。你想食豉油鸡定系白切鸡？そうかな。ここで上がってる。白切鸡。白切鸡。多分ね。白切鸡。白切鸡と。你想食豉油鸡定系白切鸡？白切鸡って疑問文にしたときに、ちょっと音違うのはわかると思うんですが。意味ですね。ジャパニーズで見れるかな。我仲想睇多眼赛牌。今までのが分かってたら出るやつだと思うんですが、我仲想睇多眼赛牌。我仲想睇多眼赛牌。このジョンがまだっていうのが、日本語で言うと、またにすればいいのかな、これ。はいですよ。ジョン。我。日本語に直すと。だから、私はまだ、もう一遍、
メニューが見たいですっていうの。まあまあ、まだみたいなことを、まあ、日本語じゃ言わないので、もうにすればいいのかな。ちょっとね、日本語おかしい。まあ、訳しにくいんですが。もう一度のもうにすればいいのかな。多眼こっちが先ですか。あ、はいだった、はい。我中。外国。国語。なんか、ちょ、発音ね。帅哥，可不可以再给我一碟酱油？一碟酱油。これがね、やっぱり。靓仔，靓仔，可唔可以？可以，可以。多俾好，Japanese にしようか。これがちょっとまあ何遍見てもちょっとどっちがどっちだったっけみたいになるんで。多俾これが逆だ。これか。チャイニーズでしょ。これどう？我。お。いらない。いるよね。碟豉油，待てか。ね、この順番がちょっと難しくて。请问边度可以攞匙羹？请问边度可以攞匙羹？请问边度可以攞匙羹？
请问哪里可以拿匙羹？哪匙羹？哪？请问哪里可以拿匙羹？こっちなのか。なりこういらないなりこいなはい同じやつかな。我想再要一只酱油鸡。我想再要一只酱油鸡。我想再要一只酱油鸡。我想要酱油。酱油。多谢。多谢。豉油鸡。豉油鸡。まあ、これを楽にしてくれてますね。靓仔、可唔可以俾多碟豉油我？靓仔、もう、ちょっとね、LINE してたやつに返事が返ってるんじゃないかな、みたいな、チンチンみたいな入ってますけど。入ってるかな、マイクに。靓仔、可唔可以俾多碟豉油我？碟豉油我。靓仔，可唔可以俾多碟豉油我？まあここで難しく急になったなって感じはすごいするんですが、もちょっと復習するぐらいのところになって、まだ難しくなるんだっていうのは若干思ってるんですけど。まあ文章としておかしいことはないので、ちょっとね、レッスンの流れとしてはおかしいはちょっと感じてるんですけれども、まあ、これでまあ私がこう自分でこう、まとめようと思いますとか言ってたら、また何かちょっと変わってきたらおかしいな、なんですけど、比、多、比、多比多多比多碟多碟豉油これがね、まあ、まずちょっと覚えておかないと。ね、この、プートまで言うと、この、ウォーが最後に来るっていうのが、これを、プートマンズの時に前に出すはわかるんだけど、広東語で、作文しましょうって言った時に、一番最後だったっていうのを、まあまあ覚えてなかったりするので、靓仔、可唔可以俾多碟豉油我？
うん、だからまあ、うん、ある程度語学やってると、あ、この人はまあまあうまく発音できてるけど意味までこう取れてないとか、単語まで覚えられてないとか、そういうあの文法的な知識みたいなのがちょっとどのくらいあるか不十分とか、そういうのを自分でやってると分かったりするんですが、語学したことない人ってこう喋れたら自分が母語分かってる、まあ、日本人だったら日本語、自分が日本語分かってるみたいに分かってるみたいになりがちなんですけど、你想吃酱油鸡还是白切鸡？あ、これ、まあ、前見ましたね。你想食？想送食，你想食？嗯，豉油鸡。豉油鸡，本当だから、あの、日本語喋っててそんな毎日間違えたとか、あの言われないで、あの毎日こう、まあ、だから自分のわからないドラマとかニュースとかもそんな日本人ね毎日こう、あの。テスト勉強みたいに毎日こうね日本語のもん見てないじゃないですか。ぐらいまあまあ外国語勉強するときもそんなに間違えたとかわからないとかいうのなしで続けていくべきだと私は思ってて、まあねそんなことしてたからあなたできるようになるまですごい時間かかったんでしょう、あるんですけど。まあまあ、本当に、私はデュオリンゴってそういう、ね。まあ、ちょっとした、こう、軽いエクササイズ？まあまあ、ウォーキングだったり、それぐらいのことだと思ってるので、電配。電配。バチガイ。うん、まあこれなんかほんと水分補給ぐらいに持ってるんで。俾多隻匙羹我哋啦。うん、そのね、朝のウォーキングとか、まあ軽い、まあ最近ランニングとかジョギングとかもしてる人少ないみたいなんだけど、うん。あの、給水所はどこだみたいな。俾多隻匙羹我哋啦。俾多隻匙，俾多隻匙羹我哋啦。俾多隻匙羹我哋啦。嗱，呢度ちょっとコピーして。うん、まあだからやっぱりまたちょっと語学って難しいんでしょう、きついんでしょう、嫌なんでしょうっていうことでやりたい人たちが戻ってきてないかなっていう不安っていうのはありますね。このもうここ本当に復習する段階じゃないっていうところでこうなるのはね。比多比だから、まあ、ここでこ今までこうねあのまあまあねどうでしょう、比多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 隻ん、てか、そうか。
プートンはからこう簡単語に変えるときはドゼックで一個になってたとかあって、まあまあ語順あんまり覚えてなくても正解できるよねか、一個前だったのを、ここでそれを語順ちゃんと答えられるようにするかどうかになってくるんですが、時間我哋まあまあこれは、はい、はいはい、これはまあプートマなんでわかりますか。我中意食燒鵝。我中意。我中意食燒鵝。我中意食燒鵝ですか。そうですね。はいはい。もうちょっとね。我中意。ちょっと靚女，可唔可以俾多兩隻匙羹我？今のシャドーイングで全然考えないで、まあ真似して言ったつもりですが。靚女，可唔可以俾多兩隻匙羹我？まあこれ。見ないでシャドウイングはできないんですが、見てたってちょっと、まあまあ、音を思い出すための助けにしか見てなくて、意味まで、まあ、まあ日本人だから全然見てないわけじゃないんだけど、取り切れてないです。で。ただまあ、どうだろうな。この状態を自分で意識して区別できる状態って、まあ、私はかなり時間かかってるんで、英語でもまあ、シャドーイングでついていけるけど意味取れてないとかまでこう、意識してできる状態でどのぐらいやった人かな、なんですが、まあまあ、基本、英語で勉強してる人がほとんど、日本の場合はほとんどだと考えてなんですが。比、多、比、比、可唔比、多、两比多，只两只匙羹。系系，阿小もありがたかな。そう、阿小。まあまあ、QR コードをスキャンしてくださいとかなるやつ。ね、まあ、中国語の本、紙の本。まあまあ、タオバオなんかに行くと、子供向けの絵本とか、中国語の絵本とか、まあ、英語のもあるけど、絵本に QR コードが書いてて、それちょっとスキャンすると、その絵本で書いてある読み上げをしてくれるみたいな、結構あるんで。音声教材が日本で買える分が少なかった時って、そうやって絵本輸入したりしてたんですが。
扫二维码就可以看我们的菜单了。はいはい。これはちょっと音聞いて、まあ、ここピン見てたんで、ここあんまり見なかったんですけど、まあでも缶だったんですね。まあ、まあ、大体のイメージが取れるぐらいなんですけど。扫二维码就可以看我们的菜单了。まあ、QR をスキャンしたら、まあ、すぐに私たちのメニューが見れますという、ですね。で、サオが、そう。そう。そう。二維碼。二維碼。そう、二維碼。十は十で、あ、走。走。可以。可以。可以。停。台。台か。台。台。可以台。我地。我地。我地。菜牌。菜牌。ラかな。ラ。いけそうですけど。我中意呢度嘅烧鹅。我中意呢度嘅烧鹅。まあまあちょっとこう、まあ少しこう苦手感あったのとかから少し戻りましたけど。まあちょっと本当になんか自信をまあまあ失うような。レッスンがまた続いてたんですけど、若干、またちょっと俺たちすごいでしょっていうためのなんか誰か期待の気がしてたんですけど、こう、我喜欢、我喜欢、調理だ、はい。这里的烧腊又划算又棒。这里的烧腊又划算又棒。划算がまあ、まあリーズナブルだと思ってるんですけど。安くて、はい。呢度。呢度。嘅。呢度嘅。烧腊，烧腊，有底，底底啲噶啦，底有正正噶。我中意呢间餐厅嘅烧鹅，我中意呢间餐厅嘅烧鹅，我中意呢间餐厅嘅烧鹅，我中意呢间间间餐。神経集合。まあまあ、今大体わかりますか。まあ、若干途中からまとめた方がよかった。まとめたっていうか、そういう。まだちょっとこう、テキストは信用してるんで、この問題だった。我中意呢间餐厅嘅烧鹅。间餐厅嘅
集合です。私はこの店のママ、ロースト、まあ、集合が好きです。ですね。はい。我喜欢。超人。この店の。超人餐厅だです。超人餐厅だ。はい。呢度嘅烧腊好正喎。呢度嘅烧腊好正喎。和。調理だ。修羅。変ないのか。好。正。和。我仲想睇多眼菜牌。我仲想睇多眼菜牌对。さっき間違えたやつかな。ジョンソン態度ちょいパイこれですね。まあ、この語順はちょっと難しいです。シャン。オハイシャン。ザイ。オハイシャン。ザイ。カン。日本語の、教師になった頃に、こう、外国人にとって難しい、フレーズみたいなのが帯に書かれてて、そういうテキスト、外国人にとって難しい日本語っていう本の中に書いてあることが帯に書いてあって、このプレゼントちょっともらってやってくんないっていうの、もらうのやるのくれないのって聞かれてて、まあ似たような、まあ難しさがあるんですけど、シュワイコーコーボー。これもやったかな。これですね。これか。まあね、やり続けてると、いっぺんやった間違い。次も、ね、ちょっと分かってなくても、また追って勉強するからのつもりで、今はとりあえず正解しとこうみたいに。しようとするんですが。靓仔。本可以。想唔想？想唔想啫？可唔可以？これね、この、なんか、世界の会のちょっと字間違ってるみたいに見えるやつ。べい。まあもう、くれるとかいう意味みたいですが、これが、どう、多いって書くけど、再びの方の意味みたいで、だからこうですね。だからちょっと、まあ日本人にしたらこう、字と、意味が一緒じゃないっていうことで、しかもだから二つもあるからどっちとかなって、
で、これなんか位置なくなるんかいとかね。まあ醤油は醤油、まあちょっと。しよう。しよう。でも、主語の場所も変わるっていう、なかなか難しいんですが。じゃない、あ、私は下げればよかった。戻しちゃう。え、なんか動かないけど、いや、もうこっちから。さ、じゃあこれやってみましょうか。なんか、よくからない。靚仔、可唔可以攞多两对筷子？筷子ですね。論在帅哥，可不可以攞多多攞两系その練習で。八强现在从银行过来和我们吃饭。まあ、阿强さんは今銀行からやってきて、私たち一緒にご飯を食べますですけど。大堂。大堂。いいか。いいか。か。音がどれだったっけ？ようか。よう。よう。がんほん。がんほん。がんほん。ごらい。ごらい。ごらい。とん。とん。おでい。のでい。食ファン。まあね、これがまあ、ご、ね、主語。が最後になってたりするけど、まあ、ここにトン。まあ、いけるでしょうって、こう。だから、五十になるとまた難しくてっていうのがあるんですが。はいはい。ワンシャン。マンハ。マンハ。靚仔、可唔可以俾多碟豉油我？我可唔可以俾多碟豉油我？ということで。妈妈，哎，龙仔红可以俾多俾多碟豉油我的，まあ今この状態は何度かこうずっとワンレッスンやってきたんで、ちょっとまあシャドウイングより開けても覚えてる状態なのを、靓仔，可唔可以俾多碟豉油我？可以俾多碟豉油我？屌，啊，
これを見てこう、さっきの記憶に足すとこう読めるようになってくるなってくるんですが、なかなかこれもね、まあまあ、本当にだからデュオリンゴでこう、初めてこう、成長銀行をやるっていうんで、ここではできなくて、やっぱりプードンファが、とかそういう成長言語が一つ何かある程度やった状態だからなんですけど、比多再给我再给我跌一跌なこれてかこっちからこっちにするのは割と楽なんですよ。中国語ね、こう見たり聞いたりかなりやってきたので、これを同じようにこっちを聞かれたら、まあまああんまり覚えてない文の並びになるので語順になるので、もう間違えてばっかりになるんですが、まあまあね、どっちもやったことがない人とかもなんか似たようなもんなんでしょうか、全然違うので、まあまあね、なんか主語が最後に来るとかそうじゃないとか、まあ違うんですけど、今天晚上一起吃饭行不行？行不行？行不行？今年の晩ご飯一緒に食べませんかですけれども、今日、今日、晚黑，晚黑，一齐，一齐，一齐，食饭，食饭，食饭。まあこれもね、新聞紙どっちだったっけって言った、まあ、いけるの意味なんで、こっちだろうなんですけど。だくんだ。だくんだ。おう。まあまあ、ウェルなんで。とうの。とうご。と、わかるやつから。とう。后日，后日，仲，仲，东，东，八卦，八卦。就これなんかもうだいぶ前のレッスンでやってたのはちょっと忘れてたりするので、ね、日本人が見たこれ無駄話かか何かかなとかちょっと、まあ一遍見てたはずなのに、まあ、ね、こう。何週間かける、開けるともう忘れてて、無駄話に見えてしまうっていう。我想订一间明天晚餐的包厢。あ、これやりましたね。なんか昨日かおとつい。私は、そういう個室みたいな、貸し切りみたいなところの晩ご飯を、借りたい、予約したいですかな。ディナー、あ、個室ね。はいはい。我想。あ、だからこれもね、だから、ちゃんと覚えとかないと、まあ、個室と貸し切りだいぶ違うような気がするんで、まあまあ、店全部じゃないっていうのは、まあ話していけば料金聞いたりしてわかるだろうけど、何名ですかとかなるだろうし。
信。突然间。突然间。听日。听日。晚餐。晚餐。嘅。包厢。包厢。ごめんなさい、今ちょっと、ね、顎がもうよくわからない位置に。あの。我想訂張今日嘅台、我哋有四位。我想訂張今日嘅台、我哋有四位。我四位。まあ、これもまたなんか、我。見たこと、あ、だい、えい。まあまあ、今日のテーブルを予約したいです。私たちは、4名ですですね。Something, or something. John, come yet, get toy. Go day. Yo. Say why.我想定，今天的就是我们有四位，还有四。呀。搭的士，搭的士，搭的士。ねえ、ちょっと、搭的士、ちょっと、ねえ、あの、なかなかカタカナでは、搭的士なんですけど。好美。好美。好美。ガーマ。ガーマ。ダーバ。ダーバ。八字街，八字街，八字街噶。靓仔，请问呢度有冇厕所？呢度有冇厕所？ということで、困ったかな。まあなんかね、靓仔。请问呢度有冇厕所？就是外国。请问，处理，处理。有没有？有冇？系，系，系，匙羹。匙羹。我哋叫龙烧卖，好唔好？好唔好？まあまあね、韓国語を作ってる時と違って、まあ、あの、漢字語に変えたりする必要はなかったんですが、ちょっと、同じ感覚で、コピペしてたような気がします。
まあまあ、そういう意味でこう、まあその漢字語にする一手間っていうのも一手間じゃないんですけどね、これね。ごめん。叫結龙烧麦，烧麦，好不好？可唔可以俾多对筷子我哋？合ってるかな？可唔可以俾多对筷子我哋？筷子我哋，那个筷子，いなかった。いいな。たつもんだった。不服役再给我们，再给我们一双，いいですね。まあなんとか、ね、レッスンハート使い切らずにユニット終えたみたいな。me はい。はい。まあまあちょっと、この脱落エリアにいる赤色からは回復してないみたいなんですけど、というわけで、若干この、我見ておきましょうか。你帶咗身份證同港澳通行證未？全然わかんない。你哋安排好聽日晏晝嘅節目未？華仔幫我哋買咗觀光渡輪嘅飛。昨日晚黑我哋去咗维多利亚港睇风景，听日同我一齐去公馆睇演唱会啦。我哋已经喺香港玩咗好耐啦。まあまあちょっとあの韓国のあ韓国じゃないあの香港のまあ観光のやつが一回あったんですけど、また同じような感じになるのかな。まあ前は香港マコイじゃなくて香港でしたね。まあ、またちょっと旅行関係があるみたいなんですけれども、ちょっとまあ、私としてはまあ、あの、学習履歴はまあ、あの、毎日つけていきたいので、まあまあ、ちょっと広東語です、広東語でいいか、広東語で進めていくつもりですけど、まあ、あれだけ作って、コピーしたものを、まあ、スライドか何かに一遍まあまあするしてまあまあその間続けるのを何か楽なもので学習履歴だけつけていった方がいいんじゃないかなと思っています。というわけでご視聴ありがとうございました。 VTuber キマイラです。チャンネル登録よろしくお願いします。